どうも、あきです。パワプロアプリやっていきましょう。はい、というわけで本日からバトスタトーナメント始まりましたね。それに伴ってこちらのパワロボ VS ドロイド高校攻略狙い撃ちガチャというガチャとマンスリーセレクション狙い撃ちガチャというガチャが2種類やってきたので、今回はこちらをそれぞれ10連ずつ引いていきたいと思います。特に僕はこちらですね。はい。パワロボ VS ドロイド高校攻略狙い撃ちガチャでメカニクス産業のキャラクターの解放を進められればいいなと思います。なごみちゃんとかね、特に解放を進めていきたいですね。まあ、下の方のガチャも、ルーちゃんが出れば、すごい喜べると。ルーの解放まだ進んでないので、ここの解放をぜひ狙っていきたいと思います。この2キャラクター出ると結構辛いっすね。はい。ということで、まずどっちから行きましょうか。じゃあまずは上からね、単発で10連引いていきましょう。はい。ということで今日はちょっと午前中クーニンさんと野球の撮影をしていて、その後事務所に、帰ってきて動画を撮っているので、おっしゃ、ナイスなごみちゃん。ちょっといつもと環境が違うので、この会議室ね、音響くんですよね。でもいつもよりいいマイク使ってるんで、どうなってるだろうということで、まあ今日一日だけちょっといつもとね動画の感じが違うと思うんですが、ご了承ください。さあ、ということで最近この千賀くんがねすごい出るんで、千賀くんの解放もね結構進んでってるんですよね。はいで、メカニクスはちょっとまあ投手まだちょっと納得いくサクセスはできてないんですけど、まあなんとなくこんな感じかっていうのはつかめたんで、次野手やっていきたいんですけど、なんかあります？おすすめのデッキ。皆さん本当に野手難しくないですか？デッキ考えるの。ぜひ皆さんちょっとメカニクスの野手のデッキおすすめあれば、まあデッキというかおすすめキャラとかもいればぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。いやー、メカニクス難しいっすね。皆さんどうですか？ちょっと今回動画でアンケート取っていいですか？今どの高校をやってるかっていうので、まあそうですね、やっぱり選択肢としてあるのはシラス、最近だと。でもちろんダンジョン、脳筋とかももしかしたらやってる人いるのかな。ちょっといくつか、まあ、この高校は現状でもその戦えるんじゃないかっていうね高校を候補にしてアンケートを出しておきますので、今皆さんが一番やってる高校、良ければね、アンケート答えていただければと思います。はい。まあ僕はちなみにメカニクスばっかりやってます。まあしらすも1本動画上げましたが、基本は動画撮ってない時はまあメカニクスの練習をね、やってますね。はい。まあしらすも面白いですけどね、未だに。ただやっぱ新高校ちょっと練習したいなというところで頑張っております。はい。ビビちゃんがすごい出ますね。ビビちゃんは今 PSR の解放をね、ちょっと進めてるんで。あ、で、そうだ、この間ですね、やり忘れたんですけど、立川が出るガチャあったじゃないですか。で、SR1 枚と、PR2 枚引いたんですけど、それを3枚一気に PSR に壊したら、なんと2段階解放しました。あれだけね、解放の進まなかった立川がプラス3に PSR になりましたというご報告をしておきたいなと思います。はい、では続けていきましょう。まあ、今回は解放もね、大切な回なんで、この後解放やりますが、ちょっとここマジでルー出てほしいですね。まあ、初回 SR 確定なんで、そこは嬉しいんですけど、2回目以降、本バナー内キャラクターから PR 以上1枚確定。パワーストーン40個で回せる。え、ずっと40個なんだ。あ、でも、回数制限、あ、そういうことか。10連ガチャで、回数制限10回っていうのがあるんだ。なんか珍しいな、これ。初めて見たわ。頼む、ルー。ルーはマジで強いし、ずーっと使えるキャラだと思う。プラス5にしたい。頼む、ルー。ご視聴ありがとうございましたで、本当は終わりたいレベルだわ、マジで。清本。いや、清本修正しようぜ。みんな大好き、清本。懐かしいな。もうプラス5になってるんですよね。懐かしさすらある。特能は強いんですけどね。はい。いや、懐かしいな。清本、滝本。そして登場あたりをね、筋力キャラとして使っていたあの時代が、懐かしいですね。それで、今どっかの高校やるとどんな選手ができるんだろう。まあいいや。ということで、解放をね、進めていきたいなと思います。今回はまったりというよりは結構がっつり、解放回ですね。はい。ということで、結構ビビが、PR が出たイメージがあるんで、まずはビビからいきます。攻めましょう。お、ビビ PR5 枚。これはあるよ。ワンチャンあるよ、これは。いきましょう。頼む。一回来い。まあ、ちなみにね、SR プラス5持ってるんで、これ、混ぜて2段階引ければいいんですけど、ちょっと怖いですね、それはさすがに。やめときましょう。もう一回解放できるのを待ちましょう。さあ、ということで、千賀くん行きましょうか。千賀くんは、お、これ、プラス5がワンチャンあるよ。千賀くん来い。最近解放運がすごいない。オッケーオッケーオッケー。なごみちゃん行きましょう。この間エレキテルもな、豪快に行って失敗したからな。まあ人生は儚いものですね。はい。頼むよ、エレキテル。違う、なごみ。プラス3にしよう、とりあえず。オッケー、もう一回来い、もう一回来い、もう一回頼む、頼む。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、なごみちゃんがなんだかんだプラス3まで進んできたんで。オッケー。まああと2回だったね。まあそんなに遠くはないかなというイメージがあるんで。これはいいんじゃないでしょうか。はい。ラストエレキテルで締めましょうか。この子も強いと、もっぱら噂ですね。頼む。1回解放すれば試合経験点つくから。というわけで、うん。まあ、こういう結果でした。まあ、なごみちゃんの解放が進んだんで、それだけで嬉しいかなと思うんですけど、いや、本当に、ルーちゃん強いんで、悩ましいな。ほんと35でも持っておいてかなり価値あるキャラクターなんで、これなんか結構特徴があるんだよね、この子は。特に二股とかではかなり重宝されますので、持っておいたらいいと思うんですけど、あと2キャラクターがね、なんとも言えないですね。これ引いた方がいいですかと、50個持ってて引いた方がいいですかって言われると、引いて結果持ってない人がルーちゃんを引ければすごいいいけど、こっち出たら石がもったいないですというね、動画でございました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。まあ、ということで、アンケートとかね、せっかく YouTube の機能にあるので、今後もちょっと使っていければと思いますので、ぜひぜひアンケートとかも皆さんお答えいただいて、まあ、その辺のね、アンケートも参考にしていただければと思います。パワプロアプリの動画、いつも楽しみですという方、ぜひとも高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。